こんにちは。岡山市に住む上田さん一家、夫婦と子供2人の4人家族です。長男の幸太郎くんは6歳、次男の陽介くんは3歳です。幸太郎くん、お父さんとはいつも何をしているの？サッカー教えてくれた。縄跳びもしてる。何のお仕事してるか知ってる？サッカーのお仕事。とっても仲良しな上田さん一家。それでは行ってみましょう。お仕事見せて。お父さんが働いているのは岡山市東区の正田サッカー場。あ、お父さんが出てきたよ。立派なカメラを持っているね。お父さんのお仕事は何ですか？一番の業務は映像を作って、出してファンサポーターの皆さんに見ていただくことです。お父さんが勤めるのはプロサッカーチームのファジアーノ岡山。ファジアーノは岡山の人々に応援されていて、みんなの夢 J1 昇格を目指して頑張っているんだ。お父さんはその選手たちが練習している様子をカメラで撮って動画を作っているんだって。見て見て、お父さんはこんなに選手の近くにいるんだね。真剣な表情。 YouTube に上げるんで、見る人がアジアのをもっと好きになってもらえるようなものを作りたいなと思って。練習が終わってもお父さんは忙しそう。お願いします。選手たちととても仲良さそうにお話ししているね。みんなすごく魅力的な選手なので、そういったところを少しでも引き出せるように年下の選手が多くなってきているので、なるべくこう近い距離を取れるようには心がけたいなとは思ってます。全部の練習が終わった夕方、お父さんいたいた。今度はパソコンの前で真剣な表情。朝の練習で撮った映像を見て、面白い場面やかっこいい場面の映像を並べる編集という作業をしているんだ。今日撮った中で一番良かったシーンはどこ？前はスパイクの紐結んだり身支度しているところだと、結構その時間が空いてるんで話を聞きやすかったりするので。お父さんと話をする選手たち、みんな楽しそう。お父さんが動画を作るお仕事を始めたのは2年前、新型コロナの感染拡大がきっかけだったんだ。コロナでスタジアムに来れない方がたくさん、どうしても出てきてしまうので、ファジアーノに関心を持っていただき続けるためにできることはっていうので、会社として動画っていうことをやっていこうかというところで任せてもらいました。やっぱり最初は全然やったことない仕事だったので、すごい戸惑いましたし、それこそ来ていただいているあのカメラマンの皆さんにどうやって撮ったらいいんですかって聞いてみたりとか、いろんなものを見てあの真似するっていうことが、やっぱりそれをちょっとでも身につける一歩だと思うんで、もっとこういろんなことを見たり聞いたりしないといけないなっていうのをすごい思います。編集が一段落すると会社の人と打ち合わせ。いろんな映像を作るお父さんには会社の人からいっぱいお願いが来るんだって。今まではそれを外の会社にお願いしていたものが、もうどんどん自分たちでできるようになっているので、もちろんコストの面もそうですけれども、あの自分たちが出したいものをこう出せるというか、もう毎日毎日勉強して、毎日毎日多分試行錯誤して、他の周りからやるのやるの言われながら、いやすごいなと思います。本当に後でジュースおごりますね。足りないな。お父さん、会社の人からも頼りにされているんだね。1万人以上のお客さんが集まるファジアーノのスタジアム。
先月のプレーオフでは負けてしまったけど、岡山の多くの人がファジアーノを応援しているよ。お父さんは動画を作ってファジアーノを応援する人をさらに増やしたり、もっと応援してもらったりするために頑張っているんだ。シーズン中盤とかっていうのは順位がいいから、じゃあ1万人入りますかっていうと、やっぱりそうではなかったので、こっちから何かこう仕掛けて話題を作っていったりしないと、興味関心を持っていただくっていうのは簡単じゃないんだな、ないんだなっていうのを思います。やはりシティライトスタジアムが真っ赤に染まるっていうのは、何事にも代え難い喜びなので、一試合でも多くその、様子をやっぱり見たいなって思ってます。働くお父さんどうだったかな。かっこいいな、動画を撮ってるの。かっこよかった。どこが一番かっこよかった。最後のところ、インタビュー答えたところかっこよかったそんなかっこいいお父さんへ、幸太郎くんはお手紙を、陽介くんはお父さんの似顔絵を描きます。上手に描けたかな。お父さんが試合の準備をしているシティライトスタジアムへやってきた2人。お父さんいました。かっこいいお父さんへ手紙を渡します。お父さんが作った動画見てるよ、頑張ってね、サッカー一緒にしようね、かっこいいよ、すごいね、楽しかったよ、お父さんの仕事見て楽しかったよ、上手だよ、幸太郎より。ありがとう。めっちゃ上手に字書いてるやんこれお父さん。おー、ありがとう。いや、やっぱりめっちゃ嬉しいですね。ジーンときますね。もっと頑張ろうって思います陽介くんも似顔絵をプレゼント。お父さんもおんの。お父さんこれ。あ、これお父さん。ありがとう、上手に投げてるやん。お仕事見たよ。